皆さんどうも、香港在住のゆうやです。いかがお過ごしでしょうか？僕ですね、香港のことをテーマにした YouTube とかもちょこちょこね、いろんな方のチャンネル見たりとかすることがあるんですけども、その中でまあ香港あるあるというか、香港疑問点みたいな感じで挙げてる方がいらっしゃって、なぜ香港の飲食ビルのトイレとかは鍵がかかってるのか、鍵が必要なのか、まあそういうことを挙げてる方がいらっしゃって、まあただそこでね、解説とか答えは言ってなかったので、まあ今日はそのことに関して解説をしていきたいなと思います。まあそこにはね、鍵をかけなければならない明確な理由があるんですよ。まあその方が挙げてた他の香港あるあるというか疑問点みたいな感じでは、なぜティッシュを使わないとか、そのテーブルにティッシュじゃなくてトイレットペーパーを置いてあったりするんですよ。あとよく僕が見るのはティッシュの代わりにキッチンペーパーが置いてあったりとか、まあそういうことがあったり、あとは、香港人ハンカチを使わないとか、ハンカチをね使う習慣とかあんまりなくて、ティッシュで拭いてるんですよ。テーブルの上にティッシュは用意されてないのに、ポケットティッシュっていうのは結構みんな持ってるんですよ。で、汗を拭くのにそれを使ってるんですよね。なんか不思議だなぁと思って。まあだから日本からね、香港に来るときにお土産でハンカチとかあげると割とね喜ばれたりね、するんですよね。まあそれはちょっと置いといて、今日はそのトイレのことに関してお話ししていきたいと思います。まあ香港のね、まずトイレ事情なんですけど、まあこの僕のビデオを見てくださってる視聴者の方っていうのはほとんどの方が日本の方だと思うので、まあそこが比較のベース対象になるんですけれども、まあ日本と比べるとトイレの数がもう圧倒的に少ないです。そしてまああんまり綺麗ではない。まあでも逆を言うと日本がトイレがありすぎるんですよね。でなおかつ綺麗すぎる。世界基準で見たらなかなかあそこまで綺麗なトイレ、設備が整っているトイレっていうのはないと思います。だからこう、ね、日本に慣れきってしまうと、香港とかその海外に行った時に、えっ!ってこう、ワーオーな状態になってしまうことは、多いかなと思います。あとね、香港のトイレで僕が結構衝撃的にショックだったのは、その共同トイレとかなんですけども、男性って、その共同トイレとかだと、まあ便器になってるわけじゃないですか。その男性のね、そのおしっこ専用のとかではなくて、もう女性も男性も使える普通の便座があるわけですよね。で、男性がね、こうおしっこするときっていうのは、やっぱりこう一番上の蓋開けて、で座る蓋も開けて、でこうおしっこをするじゃないですか。でもね、香港人で、これもう古い考え方なのか分かってないのか、そこら辺ちょっと僕も不明なんですけど、そのね、便座の上からもうおしっこしちゃう人がいるんですよ。え?って思いますよね。だから、パってトイレに行ったら、もう便座があって、もうおしっこもう飛び散っちゃってる感じ?便座の上に。だから、え?座れないじゃんみたいな、そんな時もあったんですよ、実際。で、未だにそれは、あるそうです。もちろんないとこはないんですけど、やっぱ友達とかに聞いても、あ、そうだよ、そうなってるよっていう人はたくさんいるんですよ。で結構ね、衝撃的でしたね。だからその点は注意した方がいいです。女の子なんてね、小も大も座んなきゃできないわけだから、どうすんのっていう話をなんかずっと前したことあるんですけど、いや、なんかもう空気椅子でなんかおしっこしてるみたいなこと言ってて、いやもう、いやマジかと思ったんですけど、はい、そういったお話もありましたね。あとね、紙質がね、そんな良くないんで、やっぱ日本のね、ペーパーとかって柔らかいプラス頑丈っていうことですごくね、考えられてると思うんですけど、こっちのっていうのはローカルのペーパーと、あとアメリカとかから輸入してるペーパーなんですけど、やっぱり脆くてちょっとこうね、くっついてしまったりとか、ボロボロになってしまうっていうところがあるので、そういった点も、頭に置いといた方がいいかなと思います。で、まあメインのテーマなんですけども、でもサクッと今日は言っちゃいます。なぜその、香港の飲食ビルとかに行くと、トイレに行くのに鍵が必要なのか。で、大きくね、二つ問題がありまして、
で、まずは若い子が集まるお店だったりとか、そういう飲食ビルっていうのはやっぱりね、こうドラッグの問題があるんですよね。薬物、ハーブ、あの香港はマリファナ、ハーブ系も違法になってるので、まあ最近はね少ないと思うんですよね。あの中国って薬物やってしまったらもう死刑なんで、まあ今はね、あのニュースでも出てる通り香港の法令が変更されて、香港で法律を犯した人っていうのはまず中国に送られるっていう風になっているので、そういうリスクがかなり高くなっているので、少ないとは思いますけど、まあ、実際に数字を見たわけじゃないで何とも言えないですけども、まあ、まずはそういう薬物とか、そう、そういうリスクがあるので鍵をかけて厳重に管理をしているっていうのはあるんですね。で、それと次がね、これがもう本当に香港あるあるで、うわそんなんだって思うと思うんですけども、トイレで若者がその夜のコミュニケーションを取るっていうパターンがあるんですよ。その若い方ですね、特に。なぜかっていうと、香港ってやっぱ家賃が高いんで、みんなね、お父さんお母さん、こういわゆる実家で暮らしてるんですよ。その自分でアパートとかマンションを借りて生活するっていうのがなかなかできない。かなり稼ぎが良くないとそういったことができないので、大体の独身の香港人の方っていうのはやっぱり家族と過ごしてるんですね。だからそうやって彼氏彼女とあの夜のコミュニケーションを取る場所っていうのがないわけですよ。まあ、最近はラブホテルもちらほら出てきたみたいですけども、そういった環境もあって、そういうトイレでね、そういう夜の行いをしてしまう。でそれを防ぐためにわざわざ鍵をかけてる。でそういう経緯があるんですよね。まあ、ちょっと日本では考えられない衝撃的なねお話かもしれないけど、まあ、その家賃のこととかを考えたらかなりメイクセンスな話だとは思うんですよ。ということで香港ではあの鍵のかかってるトイレっていうのがかなり多くなっています。新しいビルとかだと少ない、いやそんなことないな、新しいビルでも全然ありますね。やっぱり鍵かかってて鍵が必要なところっていうのは、まあなので、もしも自分が飲食店とか利用してトイレ行くときに、あのトイレがあって入ろうとしても鍵がかかってるってなったら、それはあの中に誰か人が入ってて鍵かかってるんじゃなくて、鍵が必要なんですよ、入るために。なのでまずそのレジとか、なんだろう、こう案内カウンターの近くに行けば店員さんに聞くと、あ、仮これですよって渡してくれると思うんで、そんな風に解決してください。はい、ということで今日はその香港のトイレ事情に関してざっくりと説明をしてみました。僕のチャンネルではこのように香港の生の声、温度感や、あとは海外マインド、海外生活などをお送りしているので、よかったらぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。 See you next time. Bye.